青コーナー275ポンド吉江ゆたか、借りを返しに来た新日本吉江ゆたか。赤コーナー275ポンド森島たけし、これで終わらせてやる森島たけし。第8試合セミファイナル、プロレスリングノア VS 新日本プロレス、ノアの森島たけし、そして新日本の吉江豊、今が始まりという吉江、これで終わらすという森島。プロレスリングノア VS 新日本プロレス、巨漢の遭遇、今ゴングを聞きました。ゆっくりと両者相手の出方を伺う、まだコンタクトはない。今森島から一撃、そしてそれにお返し、エルボーでまず打ち合っていく、両者エルボーだ、ロープのハンドを使って真正面、負けていない吉井隆も負けていない、正面衝突、両者がいった、引かない、120キロ森島たけし、125キロ吉井隆、巨漢と巨漢がぶつかり合う、ドロップキック、まずに待っていったのは森島。この試合にはゲスト解説といたしまして秋山純選手にお越しいたしました。秋山さん、はい、まずこの一戦どんなところに注目されますか。そうですね、森島がどれだけね、シングルの実力をつけたかっていうのを見たいですよね。あ、なるほど。と言いますのはワイルド2としてはもちろんチャンピオンのベルトを持っている、はい、それがシングルとしての戦い、それを見極めたいという。そうですね、一番いい当てじゃないですか。あ、逆にこの吉井豊には何か印象は持たれてますか。まあ、この前あの、4.7 コロシアンで、ね、はいはい、見ましたけども、うん、どんな印象。いや、力があるいい選手だと思いますけどね。森島としてはこの吉井相手に何か気をつけること、そんなことありますかね。いや、別にないでしょう。というのはいつも通りやってくれれば、正面から自分の今までのプロレスを出せばと、うんうん、待っていたかのようにその吉井がもう一度森島に突っかかっていく、スタンピング、もう両者ともあり余るこの力、そしてこの豊かな体格、あ、ストッピング攻撃、ここで場内からブーイング、札幌メディアパークスピカー、このコーナーに追い詰めての吉江のストッピング攻撃に一斉にブーイングが起こりました。この緑のマットに新日本プロレス吉江豊が上がります。徹底的に打ち込んでいく。この吉江は新日本プロレス94年の12月にデビュー、キャリアは7年と5ヶ月、森島はキャリアで言いますとまだ4年と2ヶ月、その倍以上のキャリアを誇っているこの吉江豊。その吉江がこの森島の動きをピタッと止めて足をロックしていきます。まあ、森島、そしてまあセコンドについてます力王、ワールド2の2人はその有明コロシアムの大会、まあ内容には満足していない、はい、ただそのリベンジとしてもう一回この上がってきた吉江、お前一人ではやこの力不足だと、うんうん、そう言ってるんですけども、逆にこの吉江の方はこれからが始まりだと言ってるんですよね、はいはいはい、この辺はどうご覧になりますか。この森島の方がキャリアはまあ少ないんですけども、はい、まあ、実際でもこの前のタッグの試合なんかやっぱり押されてましたからね、あの新日本のが押していた、うん、はい、そのまあリベンジにやってきましたこの新日本の吉江豊。新日本のその力、それを肌で実際に感じてみたいという気持ちはあったという森島、ただ吉江、お前ごときが一人で上がってきても俺には何のメリットもないんだと、まあ王者らしい口調で試合前語っていた森島たけしです。両者ともこの学生時代は柔道経験者、そして今ではこの堂々たる体格、非常に共通点の多い、まあ、レスラー2人とも言っていいですね。そうですね、はい、シングルのボストンクラブ、いいコースだ、がっちりと入っている。あ、そして左足のパットを取りました。森島の膝に攻撃を当てがっていこうという吉江豊。ただあのうちのね、ファンの人からね、同情をもらうようなね、あの試合運びだけはしてほしくないですね、このような感じ森島に、うん、すると森島に秋山さんから期待すること、それはどんなことですかね。いや、この逆にしてほしいですよね。逆に、うん、徹底的にこの吉江をということですね。そうですね。さあ、その期待に放送席から見守る秋山さんのその期待に森島が応えるかどうか。
現在は第4代 GHC タッグチャンピオン、そのベルトを巻いているワイルド2の一角、森島武史。下克上を宣言して、そして常に上を目指すためにトップの選手を食っていく、そういって結成されたチームワイルド2、森島武史と力陽武史。それをきっかけに快進撃を見せまして、次々と上位チームを撃破。そして迎えた 2.17 日本武道館大会、あのノーフィアーから力ずくでベルトを奪いまして、第4代のタッグチャンピオンに輝いた森島。まあその時に新日本には自分たち、ワイルド2、自分たちと対戦できる大きな選手はいないのかと、まあ新日本を意識して挑発した、その挑発した言葉にすぐ反応したのが新日本の中西学と吉江豊の2人でした。 4.7 の有明コロシアム大会で実現しましたワイルド2と新日本、中西吉江組の激突。まあ、結局中西の GHC タッグのタイトルをかけろという要求にワイルド2も応えまして、その一戦が GHC タッグのタイトルマッチとなりました。まあ、他団体とのこの接触、ノアと新日本ということになりますと、秋山さん、はい、秋山さんがその、まあ、永田裕二と の, そのラインというんですか、はい、それをこじ開けた、まあ、先駆者、パイオニアではありますけれども、その未知の世界とこの一番最初に触れ合うときというのは、やっぱり不安というのはやはりあるんですかね。まあ、それは多少は、ね、ありますよね。やっぱり期待と不安ですよね。まあ、不安の方が大きいかも分からないですね。ただこの森島に関しても吉井に関しても有明クロシアムで一戦肌を交えている、うん、これがまあ2戦目ということになるんですが、そういう時はどんなお互い心境なんですかね。いや、まあタッグとシングルはまた違いますからね。あ、なるほどなるほど。中西吉江組の新日本、そしてワイルド2の2人として戦った有明クロシアム。しかし今日の 5.26 札幌大会、札幌メディアパークスピカで行われておりますシングルマッチ、あくまでもシングル、そのシングルでの評価が問われようとしているこの森島武史。有明コロシアムでのリベンジ、その雪辱を期して乗り込んできました吉江。かわした、森島をかわして後ろからラリアット、強引なラリアット、そしてバックに回って、あーバックバック、この技で、この技で有明コロシアムでは吉江をマットに沈めました。いや、しかしちょっと森島が膝のあたりを気にしている、これ先ほどあれですか、吉江が集中攻撃を浴びせたところですね。まあ、森島も本人の体重も重いですからね、膝にかなり来てるのかも分かんないですけどね。あー、なるほど。ただこういう試合だけはやめてほしいですよね。あ、ここから森島としてはもっともっと積極果敢に吉江に立ち向かっていってほしい。まあ、そして今までと違うのは腰にベルト、それがあるわけですから ね、うん、ね、王者らしい戦い方、自覚を持ってやってほしいですね。シングルとはいえそういったことも必要になってくるでしょう。さあ、場外の吉江を求めて降りてきました森島武史。その吉江を掴んで、さあ、おリスト、お腕をクラッチしておいて鉄柱にぶつけていきました森島。ここはもう果敢に行きたい場外。そして、ああ、鉄柵を使って今度は自分がやられた分はこの吉江にやり返すと言わんばかりのこの吉江の腕を徹底的に狙っていく。この吉江のこの左腕、これはあるいは裏剣を防ごうという。あと、ここで安田はセコンドについている安田忠雄が、あ、それに今度向かっていくのはノアの池田だ。あくまでもこの試合はシングル戦、吉江豊、そのセコンドに来ている安田忠雄。場外では徹底的に吉江がこの森島の鉄柵攻撃に遭っています。自分がこの足を攻められて、その逆に腕を攻めていきました。まあ、この吉江豊というと、あの1回転しての裏剣、あるいは破壊力は確かにありますからね。そうですね、体重が乗るとやっぱ怖いですよね。125キロ、吉江豊、その腕を封じようという森島、カバーに行く、ここは一旦カバーに行く、ここはまだ2で返します吉江豊。吉江は99年ヨーロッパ武者修行へ出発した経験もあります。アメリカのマットで、失礼、 CWA ヨーロッパのマットで参戦した、そういった経験もある。その吉江の腕をぐっと絞ってひねり上げていこうという森島。2000年の3月にこの日本に凱旋帰国、そして去年の6月にあの中西学とのコンビで IWGP タッグに初挑戦を果たしています。た
またその、まあ、同じチーム中西学と普段はタッグを組むことが多いこの吉江豊なんですが、ただ昨日の新日本の試合では画面で映っています安田忠雄と組んで試合を行うなど、まあ、今回セカンドで同行しているこの安田との抜群のコンビネーションも実戦で確認済みというこの吉江豊です。まあ、このセコンドとしてまあついてきているあくまでもセコンドの安なんですが、うん、まあ、安田としても何らかのアクションがちょっとありそうですね。どうなんでしょうか、ね、セコンドについている、うん、そうですね、それはあの力量とかもついてますからね、そうですね、うまく対処逆にするのもまたチャンピオンの一つのね、ああなるほどなるほど。森島のその向こう赤コーナーのところには力量隠し力量がセコンドについています。こちらが力量、ジーッとパートナー、タッグパートナー、ワイルド2の森島のその戦況を見つめます。10分が経過しました。プロレスリングのは森島武史対新日本プロレス吉江豊、シングルマッチ60分の一本勝負。巨体と巨漢がぶつかり合う。さあ丸め込んで、そして腕式逆十字、関節技へと持っていく。この森島がこの腕式、ちょっと珍しくないですか。そうですね、珍しいですね。珍しいですね。まあ、口には出さないもののこの吉江対策としていろいろなことを考えてきているのかもしれません。第4代の GHC タッグチャンピオンである森島武史、初防衛は4月6日名古屋大会レイダー組、2度目はこの新日本からの中西吉江組、有明コロシアム大会がタイトルマッチになりました。そして3度目は5月6日、まあ、秋山斉藤組だったわけですよね、はい、さあこれは何かを狙っているか。森島が距離を取ってハイキック。まあ、あの時は斉藤が、まあ、怪我をして病院送りになってしまいましたけども、はいはいはい、その実際にワイルド2と最近のワイルド2とやってみて、そのワイルド2の強さ、この森島の評価というのはどうでしょうか。はい、いや、あの強くはなってますけどね、はい、うん、ただやっぱりタッグとシングルは全然違うものですからね。やはり全くそのタッグ戦とこのシングルとはやっぱり違ってくるものなんですね。そうですね、それが問われることになっています。このシングルマッチ、あえて一人で乗り込んできた吉江、アメージインパクト、前から叩き落としていく、カバーに入る。これが森島との一戦が始まりなんだと言っていた吉江豊、逆に森島はこれで新日本との関係は俺が終わらせてやる、全く両者正反対のことを言っていました。その結果をこの緑のマットの上で出すのは両者どちらか。串刺し式のランニング、ラリアット打ち込んでいく、ラフラッとなっている。さあここで攻めに行こうという森島、ラリアット倒れた吉江、カウント2で返す。ここまでを振り返っていただいて、はい、森島ここで盛り返してきましたか。ちゃんとそうですね、この攻めをずっと続けていれば、はい、ペースを握ってますよ ね、 そうですね。ここでフィニッシュのポーズが出た。ここで一気に行くか。吉江の動きを止めた。さあこの技は有明コロシアムで吉江をマットに進めた高角度のハイアングルバックドロップ、それを嫌ってか吉江がロープに逃れた。ロープに振っていく森島、スクラップバスターには、うん、行かせなかった。あ、そして倒していった。外から大外刈り、強引に倒していきました吉江。そしてハイキック2連発で行こうと抱え上げた、強引にスパインボールに持っていって、そしてカウント入っている。さあここで両者がお互いの技を出し合った。この疲労度具合というのを見ますと両者ちょっとここ今互角ですか。そうですね、まだ森島の方が今攻めただけに、はい、まだ森島の方があると思うんです。スパインボムで、あっと、まだ余力は森島が残しているか。ただ今のスパインボム完全な形で決まっている。今左右に首を振りました。自分の意識をはっきりさせるためなのか、あるいはおかしいというその首を横に振ったのか。その森島を捉えてニュートラルコーナーに振っていこうという吉江、ハイキックで迎撃、セカンドロープに登ってショートレンジのミサイルキックを打ち込んでいく。ここで森島としては一気に行きたいですね。そうですね、ここはやっぱり攻めるかもわかんないですね。吉江を休ませてはいけません。
その試合をじっと見つめる安田忠雄。さあコーナーのトップに登ろうという吉井を捕まえた、吉井が捕まえた。ここから何を持ってくるか。吉井も登ったぞ。両者合わせて245キロ、コーナーに登っている。なだれ式で何を持ってくる。ブレーンバスターに行こうという吉井、あるいは森島がここから何かを出していく。なだれ式、ブレーンバスターを放っていった吉井。丸め込む、丸め込む、カウント2。こういったなだれ式、自分の巨体がまあ、あだとなるといいますか、はい、そのままダメージを受けてしまいますからね。そうですね。15分が経過しています。15分が経過。ノアの森島、新日本の吉江、エルボーハイキック。いやこれはジャストミートしていない。ハーフだけ。いや森島も崩れないぞ。そして飛びついた、フライングボディシザース倒されてる。右肩が上がった。フライングボディシザースは森島もよくやる技。非常にこの2人共通点が多い。しかし森島、先ほどのなだれ式のブレンバスターが効いていますかね。バックに回っている。ジャーマン投げっぱなし。いやちょっとこれは森島危ないか、危ないか。カウントは、カウントは上がっている。秋山さん、これは決して森島余力があるとは言えませんね。そうですね。どっかで断ち切らないとね。ここで何が必要になってくるんでしょうか。一瞬やっぱカウンターでしかないですよね。なるほどなるほど。吉江が何かを狙っている。そのカウンターで返り討ちにしたい。しかし天を仰いでいる森島。森島起き上がりだ。そして裏剣、うんとこれはエルボーで返している。森島がエルボーで返した。ハイキック、左膝から落ちていった吉江。さあここから一挙に行くか。森島が投げて、そしてそのまま丸め込んでいったぞ。丸め込んでいく。カウント3は奪えません。何か一つここで大きな技が欲しいですね。そうですね。この表情ご覧になっていかがですか、森島の顔。まだ大丈夫だと思うんですけどね。逆に裏拳をやり返した。森島が裏拳をやり返したが、バックに回ったのは吉江がやり返した。吉江もやり返しました。バックトラップがカウント、カウント3。お互いがカウント3寸前。しかし返している。先に起き上がった吉江、裏拳完全にヒット。2連発、脇腹に当たった。あとカウントプレー。吉江豊かリベンジ完了。吉江がノアで登る。